弱音を吐くのは裸にされることで本音を言うのは寒がられることだった温度がないのなら言葉はもう信じない臆病な私のせい愛し方わからないを差し出してくれた手に噛みつくしょっぱい追い詰められたら逃げる方が簡単で傷つかないのが利口と教わったから諦めてけど口にしなかったのは大人になったよと